やる気元気森脇です。さあ森脇さん、重大発表があると。まあ、ヒカル君もこれ今から発表僕しますけどもね、はい、まあ、対応は今まで通りでもいいですよ。はい、僕との対応とかね、はい、喋り方で今まで通りでもいい、もう一緒で、一緒でもうケンちゃんでええよ、ケンちゃんとかね、もうやんでええんちゃう、もうええよ、もう早いや、もう2020年ずっと勝負の年だと。そうですね、言うてましたね、言うてました。東京オリンピックです、パラリンピックです、はい、ありますね今年、はい、これの大阪府、はい、におきましてですね、オリンピックの、はい、聖火ランナーに選ばれまして、おお、おめでとうございます。ありがとうございます。聖火ランナーに森脇健児が選ばれまして、こんだけ走ってますからね。いや、まあ僕もずっと聖火ランナーは狙ってたっていうかね、やっぱり東京オリンピックに携わるにはそこしかないだろうと、聖火ランナーしか、まあ、さすがにね、陸上の解説で森脇健児はないですからね。あ、でもまあルートはあんねんで、僕だってオリンピックのメダル候補やれてるねえ、桐生選手 100m9 秒98の選手、ね、後輩ですからね、後輩やし、まあ、はい、出るかどうか分からんけど 3000m 障害の坂口隆平君いて、東海大学の選手も、はい、まあ今一応候補に上がってるのも洛南高校後輩ですし、今回の2日3日の箱根駅伝でもねえ、もう早稲田走った吉田君から、順天堂走った、あ、清水君から、もう洛南高校勢もう大活躍ですよ。あら、そうですか。元旦の元日のニューイヤー駅伝でもね、もう全部もう森脇ファミリーみたいな、そうは、まあ、もう扱いとしては黒ちゃんと同じ扱いですよ。あら、まあ、そういうことですよね。そうですよ、同じ森脇健児陸上部としては部の後輩という意味では、ただ聖火は、聖火は選ばれたとということで、でもこれね、大体 200m ぐらいなんですよ、走るっていうのは。あ、そんなもんなんすか。はい、そんなもん言うけどもね、いや、もっと森脇さんから25キロぐらい走らされるもんやん。200m だ、全国で1万人のランナーが、まあ、確かにそうですよね、全国で1万人のランナーがそれぞれ分けて走るということで、なるべく多くの人で聖火をつなごうということなんですよね。そして、私大阪府の街を走りますんで、ぜひともですね、やる気元気森脇チャンネルのご覧の皆さんでですね、もう僕が走るところ、いや、応援来てほしいですね、まあ、沿道ね、はい、沿道ずらー今の時点で、松竹芸能のみんな生かしてくださいと、これ生かしてくださいと、みんな手挙げてくれ、はい、花井二藤平君が日の丸の鉢巻きして日の丸の小旗振ると、そして西根田タイガー君が、あー、おでこでピアニカ弾くっていう芸人やけど、この時だからアイオブザタイガーを、おでこでやると。で、竹下ポップ君はこうヌンチャクでやると、ちょっと、まあ、メジャーな芸人は今まだ参戦してませんけども、そうですね、ダイソー光圀さんがナッパ掘ったろう、ナッパ掘ったろうって言いながら、ほんまにナッパを掘ると、いやいや、ギャグやりながら、めちゃめちゃ印象悪い、印象悪いですよ。そして我こそは田中君が熱すぎる、はい、役所広司さんというモノマネで今プチブレイク中なんで、そうなんですか、刀持ちながら、あうんと言うて刀を振り回すと、松竹芸能の芸人も今みんなちょっと熱くなってるということでねえ、はい、いや、もちろん我々この YouTube も森脇さんにくっついていこう思ってるんですけど、お願いします。いかんせん JOC なのか何なのかが許してくれるかは分かりませんから、邪魔だけしないでね。邪魔はしないです。邪魔だけ、あの来てもええけど、はい、大阪マラソンの時はもうべったりやったけど、あんな風にはできひんで、できへんの、当たり前やろ、そんな 200m しかないから、聖火ランナーは。まあまあね、横でこう僕がこうみかんのこの状態、いらんことしたらあかんねんな、いらんこと、僕はいらんねん、僕は沿道でこう口パクパクさしとったらええねん。いやいやいや、口パクパク、そうか、このみかん持って、ほまものみかん、ロケ行く時のみかんでこうやって一瞬映るぐらいで、もしくはもうダイソー光圀にも足しとくわ、こうやってみかんで右手に聖火、左手にみかんで行ってくださいよ。え聖火とみかんで、もうそんなしない。びっくりすると思うけどね、ヒカル君ね、はい、すごい、これは聖火ランナーが始まったら、はい、もうこれもう毎日の報道がすごくなるから、今日の聖火ランナーって言うてバンバン放送されるから。そんなにですか。そう、長野オリンピックの時もね、実は知ってるんですよ。それは鮮明に覚えてるんですよ。なんでそんな覚えてるんですか、長野のこと。いや、長野オリンピックで実は僕聖火ランナーやってるんです。今日は特別にね、はい、長野オリンピックの聖火ランナーやった時の、はい、証拠として、証拠、はい、光くんびっくりしたかんね。長野の時のトーチですか、はい、
それな、横にしても、おぉ、でもすすが、え、これほんまにじゃあ森脇さんが持って、これ持って走ったんですか。こうやって持って走ったんです。大阪城、当時ノック戦、横山ノック知事、ノック知事やったんで、ノック知事に僕、日渡しましたわ。はい、森脇健児から、はいはい、横山ノックへ。で僕はあの兵庫県から大阪に来て、兵庫県がキンキキッズの堂本光一さん、光一くんから森脇健児に行って横山ノック知事へっていうことで、はい、なんて言うていいかわからんメンバーやっぱり長野の時の聖火ランナーの時よりも、そこから20数年経って、はい、今53歳の森脇健児が聖火ランナーを4月にやるっていう方がやっぱりずっとやっぱ重いですね。この20何年間かけてもっぺん選ばれたっていうのは、また選ばれたっていうのは、だからまたこの東京のねオリンピックのトーチが僕の葬儀でね、葬式の時にこれがこう並ばれて並んでるんやろうなー言うて、もうみんなもう楽屋ではみんな言うてます。あと ここに火つけて、そっからね、2つのトーチ火つけて、最後に火葬バッとやって、ボッて燃える、はい、もう最後に僕の煙がブワーッと火葬場でブワーッと上がってって、その煙が五輪のマークになる。あ、いいじゃないですかブルーインパルスピリアスで待ってやって、そのままシューッと上に上がってって、はい、最後森脇健児の似顔絵が雲になって、そのままゴーストバスターズかいそんなんでしたねB 級映画館がすごいですけどまあじゃあそれまでの間しばらくじゃあこの後ろのセットに飾っとかしてください。ああ、ええかもわからんね、これね。いいじゃないですか、その CD の横に過去の栄光集でこう、ね、はい、これどうよ、なんか S 字フックみたいなんで引っ掛けときますんでやる気元気森脇、4月のね火曜日なんです、14かな、14の火曜日、14僕走りますんで、はい、はい、皆さんぜひね、ちょっと場所はまだちょっとどこ走るかは一応正式に決まってないみたいなんで、はい、まだ発表させてもらいます。はい、ぜひぜひ応援来てください、よろしくお願いします。